ちょっと当面の目標は、ショップ改装、ショップレベルを1にして棚をいっぱい置きたいですね。倍にしたい。うん。そうするとチェストも増えるから保管もしやすくなるかなと思うので、ちょっとお金をまず貯めます。やった、倒せた。あぶねえ、何度かトライしたんだけどギリギリ。読む。逃げ出したあの生物が落としていた奇妙な装置の一つ。この装置の中にアイテムを置くたび一定の値のコインが出てくる。ペンダントを使いたくなった、いざという時に便利だ。なるほど。アイテム、例えばだけどこういうのをポイ、だ持って帰るほどじゃないなってやつを入れればいいのかな。そういうことかもね。いや次行きたいけどちょっと HP も低いんで帰ろう。OK、 いろいろ持って帰れた。ふう、帰ってこれたぞ。そしたらちょっとショップじゃなくて、あ、人が増えた。ル・リテイラー500で建てられるので、ちょっとポーションがねしんどいから、この人を誘致します。お、いいね。村がだんだん綺麗になっていきますね。こんにちは。ポーション。うわ、金かかんな。一個でしょこれ。高いけど作ってください。OK、 これでポーションは作れるようになったね。水ランプ、これもね高く売れるんで、とりあえずお店を開きます。いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。さあじゃんじゃん買ってくれ。 OK、 高いの売れた。で、すぐにありがとうございます。すぐ棚が開いたらすぐ。ガラスレンズもこれが適正。ありがとうございます、ありがとうございます。工場の残骸、強化クリスタルは値段をつけたことがないね。ちょっと手持ちのアイテムはね全部今売っ払っちゃってます。必要なことが出てきたら集めに行こうかな。ありがとうございます、ありがとうございます。さあおばあちゃん、剣はどう、それ高いかい。あー高いか、200だな。じゃあ200も高そうだけどね、俺だけだと。どうですか、ちょっと高い。
180。値下げしましたよ。高い。結構厳しいね。ここで250のボーダーだからさ、もう思い切って150ぐらいにしようか。もう時間だから安くしましたよ。買います。お、いいね。いい感じじゃない。今日の売り上げ3680、結構売れた。そしたらポーションは持っていって、これを預けておこうか。この辺も置いておこう。で、このバッグと手持ち何なんだろうって思ってたんですけど、バッグに入れたものは死んだらなくなっちゃう。で、手持ちに入ってるものはなくならない。あと武器もかな。多分武器も落とさないと思うので、よいしょ。あ、なんかある。取れた。モンスターを攻撃し、さらにモンスターが落とすアイテムを集めてくれる。あれかな、倒したからかな、ボスみたいなの。じゃあもうちょっとで8000貯められそうなので、もう一頑張りしてみましょうか。で、8000貯めてお店を大きくしたら、そこでさらに効率よく売り物を売って、武器をそろそろ新調しないとちょっとしんどくなってきたので、防具かな。まずは防具を強くしていけばヒールポーションもね、節約できるから。ちょっと待ちなさい。一回店閉めますね。すいません。1800円売れた。夜はここ使える？これ大きくしようか、お店を。お願いします。今日もいい仕事したぜ。外っ面は変わってない。お、綺麗になってる。装飾品を置ける。あ、みんなお金落としてくれるようになるの。商品の人気度が普通ではないとき、または裕福なお客さんが品定めしたときは、商品の価格は商品手帳に記録されません。なるほど。じゃあ金持ちからお金を取る商品っていうのも作れるのか。広くなったな。お客さんは商品価格にチップを加える。うわ、すごい。そしたらちょっと初新装回転。チェストが2つになったのも嬉しいね。ちょっとね、身だしなみチェック。さあ、あ
新しくなったお店に皆さんいらっしゃい。あ、お目が高い。いきなりあの高いの。ありがとう。いいね。おばあさんなんか折れた剣よく買ってくれる。加工するのかな。ありがとうございます。売れる売れる。やっぱ棚がでかいと一緒に確認してくれるお客さんもいるから。冒険者も来た。ごめんよ、今出てるだけなんだ。あ、でもお金の入りがいいね。やっぱ棚がいっぱいあると楽だね。後々追加しなくていいし。大繁盛じゃないですか。ありがとうございます。すいません、もう今日はこれでないんです。ありがとうございます。3984。うわー、おもろい。でも在庫がなくなっちゃった。またちょっとかき集めなきゃね。面白い。ムーンライターどんどん繁盛させていかなきゃ。でも冒険者としても強くなっていかなきゃね。